それではどうぞこちらへお進みくださいませ。どうぞ近くからご覧くださいませ。こちらがガラボウキでございます。まずは回しますので音をお聞きくださいませ。このようにガラガラと音がするためガラボウキと名前が付けられました。こちらは1873年に長野県出身のお坊さんであった雅雲時宗が発明しました。日本人が発明した唯一の紡績機械でございます。筒の中に詰められた綿から直接糸を紡ぐという方法が独創的だと評価されました。しかしこちらは手回しでございますので一日中ハンドルを回し続けるのはとても大変な作業でした。そこで次の時代になるとこのように水車の力を利用した動力のガラボウキが発明されます。それではお近くでご覧くださいませ。水車のガラボウキには2種類ございました。まず一つが川に船を浮かべ川の流れで水車を回し船の中のガラボウキを回す平野のガラボウです。そしてもう一つが谷川の急な水流によって水車を回す山のガラボウです。当館の展示機はこの山のガラボウを再現しています。それではまずはガラボウキを運転いたします。ぜひこの筒と重りの動きにご注目くださいませ。回っている筒と回っていない筒があったのをご覧いただけましたでしょうか。それでは仕組みをご紹介いたします。まず運転させると上のローラーと下のコマが一斉に回転します。常に巻き取りを行っているローラーの回転の力により筒の中に詰められた綿から繊維が引き伸ばされていきます。引き伸ばされた繊維はよりが甘く弱いため筒の重さに耐えきれなくなり下がります。それではこちらの筒にご注目くださいませ。このように筒が下がります。この筒の下と駒の上にはこのように羽がついています。筒が下がった際にこの羽が噛み合い駒の回転につられ筒が回転します。すると引き伸ばされた繊維によりがかかり糸はローラーの回転により巻き取られていきます。このようにして引き伸ばし、よりかけ、そして巻き取り3つの要素を繰り返しています。そしてこちらの重りには糸の太さを調節する働きや筒の動きを助ける働きがございます。それではもう一度運転いたしますのでぜひ仕組みにご注目くださいませ。このようにガラボウキで一度に多くの糸を紡ぐことができるようになりました。しかしこちらで紡いだ糸はご覧のように太さにムラがございます。当時は品質よりも量産を重要視しておりましたがその後昭和初期に入ると品質、量産ともに重要視されるようになりこのような工程が機械化されていきました。それでは続いてその昭和初期に行われていた機械化された紡績工程についてご紹介します。どうぞお進みくださいませ。